いや、わかるやろ。はぁ？って感じの。いや、お前、連れられ慣れてるなぁ、マジで。誘拐慣れしてるよ、あの姫さん、マジで。キャーも言わなかったよ。はぁ？こんな感じ。もうさぁ、さすがにさぁ、マリオかわいそう。ペコーラがなんか言ってろっかな？ピーチに。好きだけどね、ピーチ。いや、どうにか逃げろや、お前。いけるやろ。映画の時のさ、ムービーのやつのピーチクソ強かったぞ。マリオ早っ。おい、クッパとほぼ同着なんですけど。やばい、この、あの、スーパーマリオ RPG のマリオは超人なのかもしれない。もう勘弁ならん覚悟しろ、マリオ。すげえ、ピンキャ。おい、なら萌えキャラになってんの、クッパ。え、どうやってちょっと。スーパージャンプ。あ、よかった、無事だったんだ、マリオ。とっても心配したのよ、こっちのセリフな。キャー、城が揺れてるわ。いや、クッパの時にその声出せ。え、クッパ城崩壊ってこと？こんな序盤に、え、崩壊するもんなの？なにこの剣。でかっ。思った以上にでけえ。あ、なんかいい感じになっとるやん。クッパジャもなんかアレンジ効いたな。そっちの方がかっこいい。え、綺麗流れ星。え、待って。ん？終わり？ジ・エンド。匠の手によってリフォームされました。とさ、みたいな。次。何でさ、長くてんだけど何がとか気づいてしまいました。またクッパの勝負ですね。マジさ、マリオ頼りにすんのやめなよ。お前ちゃんとマリオに報酬払ってんの毎回。お騒がせしました。それではキノコ城へ帰りましょう。え、回復めっちゃくれるやん。あいつって仲間売るんだな。自分の値段を多分兄弟たちをさアイテムにしてるんやろ、キノピオ。そう思うとゾッとするわ。あいつ4つくれたよ、ペコーラに。あー、無理かも。ここ通りたいとか右手の自分の歯が見えるとか右の間で苦労するんだぜ。やめとくわ。つき、おーい、来てやったぞ。え、お前みたいなやつ見たことねえぞ。あ、人んちも入れるんだ。こんにちは。もぐもぐ、何食べてんの？トントン。マリオ、2階にいるうちの弟と会いに行ってね。お前の両親、なんか4文字しか喋れないけど大丈夫そう？もぐもぐとトントンしか言わねえ。しかも全部擬音。はい、マリオ、得意のジャンプ見せてよ。金取るよ。うわ、動けねえ。強制的ジャンプだ。お前に、キャー、かっこいい。なんでお前にタダでジャンプ見せなきゃいけねえんだよ。おかしいべこだ。なんかあれか、ここの家族みんなあれだな、顔同じだな、親戚か全員。僕たち今度結婚することになりました。結婚式はできるところ知らない？あー、クッパ城ちょっと今いけないけどな。うちの孫も花を愛するピーチ姫のように心優しい人に育ちますように。まずキノコな。こんにちは。私の前に立ちなされ。はい。ジャンプしなされ。はい。うわあ！ジャンプしなされ。ねえ、ありがとう。この体には隠し宝箱っちゅうものがあるのじゃ。お主のジャンプ力で探して。そうだ、お知らせリング。え、ある。ここにもあるぞ。ワゴラ、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 ある。乗って
の種族の方？お、頑張れ。いやー、どんくせーけど可愛い。泣かないでね。あ、泣いちゃう。もうダメだ、おじいちゃんにもらったコイン盗まれちゃった。守ってあげたい。泣かないで。あ、どうしよう、ダメだ、泣いちゃう、ダメだ。え、やばい、天気が。男は辛い時こそ泣いちゃダメなんだ。こいつ天気を操るやつ、やばくない？天才じゃん。いや、やばい、一番気候をさ操れるやつやばいぞ。おや、泣きやめ、泣きやめ、どうしたどうした。ちょっと雨のさ、冒険の始まりとか一番最悪だからさ、笑ってくね。あ、はい、あ、濡れちゃいますね。怖っ、サイコパスやん、こいつ。さっきまで泣いてたのに。大事な声盗まれて、おどってたんだけど、忙しいことって追いつけないんです。マリオ、得意のジャンプまた見たいな。うるせえ、お前。試してみよう。うん、最強。あ、やばい、ペコーラよりも最強の仲間来た。何がジャンプだよ、スペシャル技で。恥ずかしいわ、こいつの前でさ、スペシャル技かますの。月すごい。あ、敵。え、敵なんだろう。こっちがなんだろう。え、待って、強くね。やばい、これ死ぬくね、マロ。いや、もうこいつに使っていいよ。え、ピンチかよ。じゃあ、うん、死なない。おい、マリオ死ぬ。何、ここの敵とんでもないんだけど。いや、絶対あいつ殺すわ。マジ許せん、こいつ。仕方ない、これは痛いけど。うっせえ、お前経験値とんでもないだろ、絶対に。こんだけ強いだし。まあ10か、まあ。ボカン寝てる時が一番幸せなんなら。いや、こいつ悪いやつじゃないな。白くて深くして可愛いな、な、気に入ったんだな、なめちゃんだな。もう我慢できないんだな。いただきます。おい、マロ気をつけろ。あー、マロ、マロ返せ、この化け物。マロを返せ。マロはここで出る。いや、出てきたよ、出てきたわ。おぶね、マロここで出そう。出番終わり、泣きそうになったわ、マジで。嘘だろ、マロ。マロリメイク前だとね。え、そうなんだ。リメイクして、多分さすがにプレイしてる人がマロ返せって言ったのか。マジかよ、リメイク後でよかったかもしれん。次、この上の俺の家には宝物があるんで、仕掛けた階段をつけたんだ。そしたら息子がいじちゃったらしく、矢が降って外は危険だというのに、マリオ家の中から階段を出して。え、どうやって。わーい、わーい、ありがとう、すごいじゃん、アイテムだらけ。いい家だな、いい家。お、マリア、男で宝は無事だったか。なかったけどね。うそー、なくなってましたよ。知らないよ、やめてくださいよ。だって、ね、ペコーラは知らないよ。はぁ、なにお前さ、ペコーラが階段出してやったのにそういう態度取ったらさ、もう知らねえよ。一応お前を信じるよ。ごめんなさい。うん、スーパージャンプで連続で100回いくぞ。1、1。え、え、って、こっちもええだわ。みんな100回数えといてね、いくよ。1、2。え、むずー、これ100回いけないやん、絶対に。こんにちは。なに、マリオ、お前しか取れるやつはいないな。なんで癖だろ。謝った方がいいよ。アイテムくれる？すいません。盗みました。え！この時の森の出口が4つあるところで進んでいる方向に対し、左左まっすぐ右。めっちゃいいやつやん！マリアこいつ、できた人間やんな。左、え？マリアン、嘘つきやろ。うわー、ありがとう！ありがとう！ごめん、嘘つき。
わ、レムスそう。テレレレ、エッチャイ！テレレレ、エッチャイ！そういうことね、クリボーごときが。おしっくんじゃねえ！すげえ、ジーの戦ってて楽し、戦ってて楽し。とんでもなく踏まれたんですけど。あたらりらりら。アクションゲームの申し子さらべこら。なんとかかんとか大好き。なんとかかんとか大好き。なんとかかんとかなんとかなんとか。